高校卒業後、国で進学かまたは海外へ行くかについて、海外進学は比べてみた結果と答える学生がいます。近年台湾の高校卒業生が海外留学に行く人数が増えつつあります。2010年に556人、2013年に初めて1000人を突破し、2017年には1595人になり、7年間で 3.86 倍に成長しました。中でも中国と香港に行く人が多かったです。拿到全額的是都不用花钱。学費がいらないほか奨学金がもらえるというのが理由。台北の第一女子高校は2015年の31人から2018年の58人に、師範大学附属高校は26人から47人に増えました。教育部はエリート学生の海外流出に歯止めをかけようと、名門校10校に13億台湾元を補助。しかし学生に聞いてみますと、奨学金がもらえたとしても海外に行きたいと答えました。良い環境があれば誰でも故郷を離れたくないでしょう。政府は人材流出の問題をより重視する必要があると促す声が上がっています。